皆さんお疲れ様です。 SJ です。本日もよろしくお願いします。これを聞いてくれた方、チャンネル登録の方よろしくお願いします。なお Twitter の方もボクシング言いたい放題ラジオで登録してありますので、ぜひフォローの方よろしくお願いします。それでは始めましょう。本日はスティーブン・フルト。はい、このフルトについてなんですけど、もう連日話題になってますよね。あらゆるメディアがフルトンと井上尚弥を戦わせたい、ビッグファイトになる、まあ、こうやって煽ってるんですよ。もう今かなり注目されてますね。だがですよ、このフルトン本人が口を開きました。井上なんかからは逃げてない、俺はまだスーパーバンタムの王座を残してる、フィゲロウと戦った後にまた考える、こう言いました。どうやらフィゲロウとフェザー級暫定王座決定戦をやる方向で、ほぼっていうかもう8割決まりみたいですね。はい、フィゲロウとフルトンというのはスーパーバンタム級一度戦っており、僅差の判定でその時はフルトンが勝っています。そして第2戦目も一階級上のフェザー級で戦うということです。今回この試合はどうなるか、前回の試合ちょっと振り返ってみて、前回はフルトン懐が深いんですよ。相手を近寄らせないで、まあ、自分の距離にして、まあ、戦う、まあ、結構懐深いんですよフルトンって。なかなか対戦相手が中に入り込めない、こういう、まあ、これを、まあ、フィゲロアが研究したんですかね。1戦目はフィゲロアがフルトンになかなか距離を取らせない、フィゲロが無理やりもう接近してかなり近寄ってフルトンを困らせましたね。そしておそらく第2戦目もこういう戦いになるんじゃないかと思うんですよ。ただこのフルトンはまあこの対策をみっちりやってるでしょう。おそらくフルトンっていうのはめちゃくちゃ練習してると思います。まあそりゃそうなんですけど、もう人一倍練習してんじゃないですか。でフィゲロアが今回もこのように接近していくと思うんですが、フルトンはそれをうまくいなして、まあ、ポン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 当てて、まあ12ラウンド判定で、まあ、前回よりも差が開いてフルトンが勝つと思います。まあこれはあくまで自分の予想です。フィゲロアがまあ空振りというか、作戦を見切られる感じですね。皆さんどうなると思いますか。まあこうなってくれれば、まあ、来年中井上尚弥 vs スティーブン・フルトン見れるかもしれませんね。まあフィゲロアに勝つとフルトンはフェザー級 WBC か、WBC の暫定チャンピオンになります。ただこの状態でもこれを保持したままスーパーバンタムの試合でもできると思いますよ。フルトンならおそらく許されますね。ただこのフェザー級の暫定チャンピオンになったらスーパーバンタムのチャンピオンはもしかしたら返上するかもしれないですね。どっちのチャンピオンは多分どうダメだと思うんですけど、もうこれも選手によってかもしれませんね。カネロがなんかそういうのありましたよね、確か。どっちもチャンピオンみたいの。カネロはミドルとスーパーミドルですか、確か。じゃフルトンも井上尚弥選手とビッグイベント、これが結構、まあ、プロモーターも団体も期待しています。なのでフルトンは大事にされると思います。まあ軽量級の
ビッグマッチですね。まあ、もうこうなるとかなりお金が動くと思います。まあ、双方にもファイトマネー10億とか、軽量級で初の、そういう戦いにもなってくるんじゃないでしょうか。なんで、フルトンには絶対に、フルトンを全く応援してないんですけど、まあ、こういうビッグカード、フルトンアメリカ人、ビッグカード、組まれるためにも、フィゲロアを完封してほしいと思います。おそらく KO では倒せないと思います、フィゲロアは。これ逆にですよ。フィゲロアが、勝つとどうなるか。まあ、フルトンはもう、商品価値、落ちますよね。逆に、フィゲロアと井上尚弥選手が、やる可能性も、出てくるんじゃないでしょうか。もうここで負けちゃったらフルトンには興味なくなりますよね。まあだから、まあとにかく、まあこれフルトン勝ってほしいんですけど、その前に、井上尚弥選手は、スーパーバンタム級でチャンピオン以外と一戦やると思います。ランカーと。ライサリムあたりとやるんじゃないですかね。まあ、テストマッチには興味ないとは言ってますが、結局チャンピオンとできないんであればそういう風になってくるんじゃないでしょうか。そして多分ランカーとやってからムロジョンがさすがに怪我がそろそろ治ると思うんですよ。もしかしたらもう治ってるかもしれません。まあ、このランカーとの試合をやって、そしてムロジョンじゃないですか。そして二団体統一チャンピオンになって、そのまま、まあフルトン。こういうような感じだと思うんですよ。だから、これ、来年、かなり勝負の年ですね。まあ毎年勝負なんですけど、来年は特に、もうはっきり言ってバンタムでは敵がいなかったんですよ。まあ、ドニア一戦目は苦戦したんですけど、もうそれ以外全く敵なしだったじゃないですか。だからスーパーバンタムではさすがに苦戦すると思いますよ。まあ、勝つか負けるかっていうのはちょっとわからないんですけど、まあ、ムロジョンもかなり強いですね。ムロジョンを倒しておそらくフルトン。フルトンがフィゲロアに負けるような、もしかしたら、フィゲロアと戦うかもしれませんね。まあお金が動くとなればフィゲロアっていうのもスーパーバンタムでやるかもしれませんね。まあとにかくフィゲロアとフルトンが完封すると思います。ではね、今後の展開を楽しみに待ちましょう。おそらくそろそろ正式発表されますね、フルトンとフィゲロアが。まあこれすごく楽しみですね。ちょっともうこれこの YouTube 始めてからですよ、この外国人の試合も見たくなる、まあ、興味が湧いてきたってことですね。早いとこ正式発表してほしいですね。あとノニとドネアが誰とやるか、タクマ、モロニ、エストラーダ、誰とやるのか、いやこれもすごい楽しみです。皆さん軽量級いろいろ見どころあります。はい、楽しみに待ちましょう。では本日はこの辺で失礼します。チャンネル登録の方よろしくお願いします。ありがとうございました。